はい、速稼塾の久保です。第2弾特別定額給付金の動画にコメントいただきましてありがとうございました。皆様の現実、そしていろんなね苦しみがこうやって私のところに集まってきてですね、私もますますね意欲満点でございます。今回いただいたコメントは84件でした。一件一件見てますからね。そしてこれから動画で返信させていただきます。タイピングでの返信がちょっと追いつかなくなってきたんで、一件一件読みながらコメントに返信をしていきますね。画面切り替えますんで一緒に見ていきましょう。まずは誰かな。はい、瀬川純子さん、あ、どうもどうも。久保さんいつもありがとうございます。昨日も、菅総理は休みかもしれませんけども、今日もメールしています。本当国民の声聞けよって話ですよね。ガースなんて言ってる場合か。何人鍋国殺せば気が済むのでしょうね。政治の失策が国民を苦しめてます。これでいいんでしょうか本当にね。ポリポリさん、確かにその通り。一番苦労しているのは医療従事者の方々。助けられる人は後回しにしてコロナ優先、休暇取れなくて対応しているのにボーナスカット。これが一番おかしいですよね。実際そうなんですかね。医療従事者の方、YouTube を見る余裕がないことはないぐらいね、頑張ってらっしゃると思いますけども、もしお気づきのことがあったら教えてください。上田さん、健太郎さん、本当にその通りです。国民一人一人の声が大切です。頑張りましょう。頑張りますよ。これからもますますやっていきますからね。松岡さん、あ、いつもありがとうございます。おはようございます、久保先生。今日メール、見ましやたみたばかみたいなこと言ってる方がいるみたいですね。あ、今日メール見ましたが、バカみたいなこと言ってる方がいましたね。ということでございます。くじけないです。もうね、どんなことも、もう自分のエネルギーに変えていきます。はい、次、UX さん。現代の百姓一揆ネット。はい、もうそんな気持ちですよ、私はね。一揆を起こす気持ちでやってますよ。岩下さん。ガースではひどすぎますね。あの言葉から始まった瞬間に、この人には民衆の心は届かないって思ってしまいました。こんな時代にで終わらせてはいけないですね。まだまだ地道攻撃していきましょう。うん、私たちにね残された手段は少ないですから、それすらやらなくなると打つ手はなしになります。やれることはやっていきましょう。ちゃんまさん、日本国民は脳が思考停止にされてしまっているのでしょうがない。あら、生活保護など攻めても意味がない。すべては政府が原因でこんな社会になっている。政府、警察、司法、選挙も食品も法律も、もろともこの国は全てが信用できない。ね、私の YouTube も多分信用してらっしゃらないと思いますね。信用できないってのは本当辛いですよね、ちゃんまさん。はい、江口さん、人道支援を考えると低所得者は特別給付金は必要でしょう。はい、佐賀県の昨年度ボーナス民間平均が27万ですので、今年度年末ボーナスが佐賀銀行から発表されると理解できます。どれだけ落ち込みがあるかにもなりますから、下がる可能性が高い。地方の経済効果を考えると特別給付金を配り、地元で消費してくれると地域の経済効果が伸びる。おっしゃる通りでございます。やっぱりね、デフレって何で起きるかっていうと、やっぱお金がない、もしくはお金があっても使うところがないってことになりますから、やっぱりね使いたくなるような政策も必要ですし、そしてね現生、これをね、所得の低いところに突っ込んでいかないと、所得の低い人はもうね使えないわけですから、だから使ってねっていう形でお金とかクーポンとかを配って消費を活性化させると、そこで買っていただいた会社も儲かるんで、給料が出る、ボーナスが上がるということになりますよね。大大輝さん、給付金の予算取っておいてるってなんやねん。これですよ、給付金は必要になれば出すみたいな感じで言ってましたよね。今必要だっちゅうの何が分からんってことですよね。菩薩さん、公務員人数政治家を減らせ、政党助成金いらないと思いますね。と、国会議員のボーナス廃止返納せよ。自分は特別給付金を一律支給するように、1日1回首相官邸にメールをして、できる限り支援するように、支給するように頑張ってメールします。久保さん本当にいつもありがとうございます。いやいや、お互い頑張っていきましょうよ。で、この前ね、丸山穂高議員がボーナス300万出たよと、で税金が170万とかで、手取りが180万ぐらいになるよみたいなことね、そんなこと話されてました。その後なんですよ、あんまり皆さんね、発信されてる方はいなかったみたいですけども、丸山穂高さんってそのボーナスをツイッター見てる人に配ったりとかね、その他どっかのインスタグラムに配ったりとかしてるみたいですよ。そんなこと言ってましたよ。詳しくはね分かんないんですけど、私もその時1回見た限りなんで。どうもね、丸山穂高さんはボーナスをなんかその近所の飲食店のちょっと今コロナで打撃受けてるところでね、豪遊するみたいなことをやってたりとか、とにかくボーナスは全部国民のために使うみたいなことを言われてましたね。いや素晴らしいじゃないですか。どっかの河合安里さんとかね、河合克行さんは牢屋に行って一回も仕事してないのにボーナス入ってるわけですよ。給料も入ってるんですよ。許せないですね。はい、桜ママさん、
もうすぐ年末、その前に何とかしてもらいたい。年越せない人も出てくる、きっと。そんなんで犯罪者増えても困る。もっと真剣になってほしい。特に2人に、たさんは特にですね、うん、このね、犯罪増えていて、今日も放送したんですけども、中古車買い取りますみたいなチラシを車にワイパーに刺しておいてね、それが1週間ぐらいそのチラシが抜き取られていないと、この車は盗んでも誰もわからないって形で盗んじゃうみたいなんですよね。犯罪多くなりますよね。カトリアさん、久保さん、ありがとうございます。悔しいですね。でも私は諦めません。しんどくなったら山本太郎の演説聞いてほっとしてます。まだまだ頑張ります。頑張りましょう。山本太郎さんの演説元気出ますよね。浅香はじめさん、久保さん、ご苦労様です。久保さん、私はできる限り久保さんを応援します。お、ありがとうございます。しかし、アンリ議員の旦那、元法務大臣も、所詮、表裏がある人間ですよ。しかし、久保さん、誰を信じているのか分かりません。では、久保さん、お互いにコロナに気をつけて頑張りましょう。はい、誰を信じているか分かりませんよね。だから、信じる人を自分で決めて、もう、その信じる人がね、そうじゃなかったと思ったら、恨み節じゃなくて、自分の見る目がまだなかったなということで、うん、やっぱりね、他者ってね、信じるのはすごく難しいです。もっと言えば、自分のことすら信じるのってのは、本当困難なんですよね。幼い頃に大人になったらこうなるぞって言って強く信念を持った自分だったはずなのに、いつの間にかそうなってなかったりするところを見ると、自分ですら信用できないなみたいなことになっちゃいますから、まあでもね、気軽に、人っていうのは考えが変わると、目標がなかなか達成できない、そういうふうなお互い様なんだなっていうことで、まあある意味ね、自分も他人も許し合う気持ちも必要なのかなと思っちゃいますけどね。はい、ケンさん、日本国憲法15条ですね、公務員を選定し、およびこれを罷免することは国民固有の利権である。すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。そう、この辺ですよ。この辺。はい。この辺をやっぱりね、読んでいきましょう。桜井月さん。あ、憲法わかるんですか？説得力ありますね。ぜひ政治家になりませんか？ぜひね、桜井月さんも政治家を目指してみてください。まずは町内会長とかね、市議会議員とか、身近なところからやってみてはいかがですかね。おっしゃる通りです。何回もつぶやいています。はい、ゼロチャンネルさん。久保さん、先日早速ありがとうございました。本当そう思います。はい、ゼロチャンネルさんの方にもね、私は伺いましたんでね、また動画アップロードしてみてくださいね。チャンネル登録1000人、とりあえず目指していきましょう。外務省さん、おお、面白い名前ですね。議員一人として決議報酬、減額すると聞いたことがない。実はこれね、結構してるんですよ。わざわざ言わないんですよ、奥ゆかしくって。自分の給料を返納している方っていうのは、それをね、維新の会みたいに、はい、給料削減しましたって PR に生かすんじゃなくて、こっそりやってるんですよ。まあ、だからそういう人をね、見つけていくといいですよね。昨日丸山穂高さんの動画見たら、そんなことをしてましたからね。フルーツポンチちゃん、ガースに、わずかな期待込め、イライラの日々です。置物にしたって日本国民を背負って立つ総理大臣だということを忘れてもらったら困るんですかね。私たちがね、思い出させるために官邸にメールをどんどん打ちましょう。静岡のお茶さん、12月ももうすぐ半分だよ。今年乗り切れない人たちって相当いるよ。自分は介護職やってるけど、今年の夏あたりからホテル業や建築業で仕事なくなって、こっちの世界に入ってくる人続出してるけど、みんな苦労してるよということで、静岡のお茶さんね、介護職ってのも本当に感染リスク高い中、本当にご苦労様でございます。介護の仕事現場にも今こそね、手厚い支援をお願いしたいところでございますけども、所管している田村厚労大臣はもう終わってますね。本当にね、ああいう人がね、所管をしていると業界全体が貧乏になるばっかりで、給料も出ないし、なんか仕事するの疲れ切ってきますよね。だからこそ田村厚労大臣のところにも私は苦情のメールを送り続けます。この野郎って感じでね、頑張っていきましょう。クリスタスソーダさん、どうせこの腐り切った世界は何度も何度も同じ過ちを繰り返して私たち国民を苦しめるに決まってます。私たち国民に幸せは絶対に訪れない、うん、こんなスクラップ同然の世界で生きるぐらいなら産んでほしくなかった。まあ、そういうお気持ちもわかりますね、うん。まあ、なんとかね、ここから突破口を見出すしかないのかなと思います。で、まあ、ここにね、クリスタルソーザーも本当素直な気持ち書いてくださってると思いますし、同じ気持ちの方もいると思うんですよ。例えば吉尾さんもその通りですって書いてますけども、多分そうなんじゃないですかね。まあ、ですんでね、協力し合うことなんですよね。私たちはね、私たちは持てるものが少ないんですよ。持ち物が少ない。だから協力して一点集中でね、一つずつぶち破っていくしかないのかなと思います。具体的な方法は私はまだね、思いつかないですけども、ただ今できることっていうのは、権力者にね、きちんと声を届けること、その声がでかいよってことをね、知らしめるためにも、皆さんのコメントが私の活動の役に立ってます。ありがとうございます。はい、お兄さん、ガースって冗談言ってる場合じゃないですよね。国民の命がかかってるんだからね。
国会活動をしっかりやっていない議員はボーナスカット、居眠りこいている議員もボーナスカット、税金を無駄に使わないでほしい。その通りです。本当にもっともっと言ってください。ナミさん、ニコ生で給付金用意はしてあると思ってる。あ、言ってました、言ってましたよね、言ってましたけども、これなんですよ。用意するだけして必要だと思ったら使うっていうことも言ってますけども、もう必要なんだよ、国民は必要だって、当事者は必要だと思ってるんだよって話ですよね。だから当事者の声をもっともっと届けていって、あ、みんな必要って言ってるよねっていうふうに感じさせないといけないのかなと思います。はい、イエモンさん、菅君、なぜ呼ばれたか分かってるかね。今日は君限りでクビだ、違う、今日限りで君はクビだ、荷物をまとめて埼玉へ、という一コマ漫画を思いついた傑作でございます。また書いてください、ありがとうございます。ゆかさん、政治家の人のすべてボーナス返納してもらいたいです。そして政治家の人に行くはずだったボーナスは国民の人に特別給付資金出してほしい。待たすだけ待たして国民を騙すのだから、ペナルティとして、国民50万から100万円出してもらいたいですね。それを 2,3 年続けてほしいと思います。こういう要求もね、ぜひ上げていきましょう。お怒りはごもっともでございます。で、政治家の方っていうのは、本当にね、自分の歳費を近くのお店でね、わざわざ使いに行ったりとか、実際にお金を配ったりとかしてる人もね、やっぱいるんですよね。私たちはそういう人に気づいていないんで、せっかくそういうふうな自分のもらった給料をね、ばらまいてる政治家さんも、気づかれないとやっぱりね、意欲がなくなっていくのかなというところもありますんで、そういった方はやっぱ応援していきたいなと思います。こちらの方は何て読むのか分かりません、すみません。ひろあきさんですか。えらい、右に習え。私も右に習います。横浜ラブさん、国民ができることは官邸や政党事務所にメールをすることと、どうしても支給されないなら今後自民党は必要ないし選挙で落とすしかないです。おっしゃる通りでございます。もう自民党の事務所にもね、行く感じですよ。おっしゃる通りです、本当に。秋広さんもね、同じように感じてくださってますね。はい、次、タケルさん、タケルさんね、久保さん以外に給付金をアップしてくださる方はたくさんいましたね。でも今は、タイトル変えたり、なるほど、久保さん以外に給付金の動画をアップしている人はたくさんいたと。でも今はタイトル変えたり、一切給付金に触れたりしていません。ああ、なるほどね。本気度がなかったんだとスルーしています。私も年内なのか来年なのか分かりませんが、給付金の希望を捨てていません。今、電卓を叩きながら、あまりの手持ちのお金のなさのため、ため息が出ました。クリスマスだ、お正月だ、なんて言えないなと。何を削り、何を先に支払いしたのがいいか考えてます。だから給付金が必要です。私も諦めていません。知り合いの公明党の学会員の人は、その後何の連絡もありません。まあ、選挙の結果は楽しみですが、このコロナや久保さんとの出会いで、国会中継や議員さんのことをよく注意しながら見たり聞いたりするようになりました。これ大事ですよ。コメンテーターもそうです。信用できるのかできないのか、人間観測も勉強になります。本当これ大事なんですよ。今後も私は私のできることで声を上げ行動したいと思っています。久保さん、私の知らない情報などここにアップしてください。私は諦めません。わかりました。お任せください。これからも、もう一件読ませていただきますね。自民党の石破議員のメール調べてメッセージを送りました。あと自民党お友達メール追加しメールでやり取りしています。これからもね、呼びかけていきましょうね。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、まだまだコメントありますけども、ここまでで15分ぐらい喋ったかなと思います。10分ぐらいですかね。皆さんの声ね、しっかりと私ね、胸に届いてますからね。これからもコメントどんどんお寄せください。それでは一旦失礼します。一旦です。